はい、ということで、柱稽古編、そして無限上編の放送日だったりとか、あその他情報について、えー、今回はまとめていきたいなと思いますということで、えー、ぜひともね、えー、最後までご覧ください。さあ、それではもう早速、やっていきましょう。 はい。ということで、まずはですね、柱稽古編なんですが、柱稽古編とはですね、柱よりも下の階級のものが、柱を順番に巡り、稽古をつけてもらえるというね、特別な編となっております。 で、その様子をですね、描いたのが柱稽古編ということで、まあ、つまりは大きな戦闘シーンとかはないんですよね。えー、鬼滅の中の日常パートよりのお話ということで、えー、そんな柱稽古編ね、まあ、楽しみなんですけども、 まあそんな柱稽古編の放送日がですね、2023年の12月の10日の日曜日より放送開始なんじゃないかなと思っておりますね。で、理由としましてはですね、原作の短さから8ヶ月の制作期間があれば放送が可能なんじゃないかなと思っておりますね。 いやーまあねー、まあ、円盤からしても、まあ、年内放送がまあかなり可能なんじゃないかなーっていう感じですね。えー、なので、まあ、12月の第2の日曜日のまあ10日ぐらいがまあ大体無難なのかなというふうに思いました。 はい。ということで、まあ、そんな柱稽古編の原作なんですが、あ原作がですね、128話から139話の、まあ、全12話となっておりまして、まあ、全然長くないですよね。で、まあ、そんな感じで終わりの方が、まあ、一応原作の136話の可能性もあるんですが、まあ、そんな、 柱稽古編のスタートはですね、原作の128話、中央会議から始まる柱稽古編ということで、名前の通り、すべての柱が集結するので、まあ、冒頭からかなり盛り上がりそうなんですよね。まあ、私の好きな古長さんとかも、まあ、久々に登場するので、まあ、かなり楽しみなんですが、まあ、そんな柱稽古編の終わりがですね、おそらく、 原作の139話の鬼物事務さんが現れて、無限上編に落とされていく、そんな究極のシーンでですね、その柱稽古編っていうのは幕をね、閉じそうなんですよね。まあ、ここで終われば、まあ、無限上編の引きとしては本当に抜群ということで、最高の終わりとなってきそうな感じがね、するんですが、まあ、そんな、 あ柱稽古編のアニメはですねえ、全部で4話から6話分だよと。 ということで、長くても半クールくらいの内容なので、まあ、制作は半年ほどで、まあ、全然放送ができそうですよね。で、ちなみに特別放送の場合ですね、えー、2023年の12月の9日の土曜日あたりが、富、ま、士、あ、テレビの土曜プレミアムでのね、えー、公開として、まあ、特別放送なんかがね、まあ、可能性としてはあるのかなというふうに思っております。 はい。まあ、そんな感じの柱稽古編ですね。さあ、そして続いて無限上編なんですが、あまず無限上編とはですね、すべての柱、そして炭治郎たち同期があ、いきなり無限上に集められてしまい、残りの上限のすべてえ、そして無残との熾烈な全面戦争を行っていくね、最高で最悪な編と、まあ、なっておりますね。 いや、これまでの鬼滅史上、まあ、最も盛り上がる編となることは間違いないよ、ということで、まあ、そんなすべてのね、うーん。 ものが揃ってくるのが無限上編と、いうことで、いやー、かなり楽しみなんですが、そんな無限上編の放送日がですね、えー、2024年の、まあ、10月あたりの放送とね、えー、なりそうですね。うん。まあ、大きな続編には、1年と数ヶ月の時間を要し、えー、そんな無限上編はさらに戦闘シーンが盛りだくさんなため、えー、刀舵の里編から 1>, からは1年と6ヶ月の時間が空くこの2024年の10月が大体適正なのかなというふうに思っております。 まあ遅くとも2024年内には、まあ放送が始まるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどもね。うん。まあそんな感じの放送日となりそうです。で、ちなみに原作としては、原作が140話から180話ということで、まあ全40話分あるんですよね。 で、原作のまあ140話あ、そんな無限上編のスタートがですね、えー、急遽無限上編に落とされていく炭治郎たち、えー、そしてバラバラになる柱たち、えー、とそれぞれが合流し合うところからあ、無限上編は始まっていきますと、いや、めちゃくちゃ最高の、 うん、始まりですね。迷宮に迷い込む柱たちみたいなところから、まあ、スタートするので、まあ、本当に最高なんですが、まあ、終わりはですね、おそらく、原作の180話、鬼物ム無ンの覚醒、目覚めてはいけないあいつ、そう、無惨本体が目覚めて、気殺隊 VS 無惨 本気の戦闘が始まるというところで、おそらく無限上編は終わってくると、まあ、思うんですよね。まあ、ここも最高に、ー盛り上がる終わり方なんですけども、いやー、ちょっと楽しみですね。うん。で、そんなアニメは全体で、え、16話から24話と、いうことで、 え分割2クールでの放送っていうのが一番無難なんですよね。えー、アニオリも含めての、まあ、アニメは最高の仕上がりと、まあ、なってきそうですね。はい。えー、ちなみにこの分量で映画化の方も一応視野には入ってくるんですよね。えー、前編後編という形で、まあ、分けて映画化する可能性っていうのも、まあ、一応現段階では 考えうる可能性ですねはい、ということで、そんな感じでえ、無限上編は最高の編となりそうです。はい、ということで、まとめなんですがあ、まずは柱稽古編ですねえ。2023年の12月の10日の日曜日にえ放送を開始するんじゃないかなと思っておりますね。で、全4話から6話分、で、特別放送も可能な うん、そんな内容となりそうです。はい、ということで続いて無限上編なんですが、あ無限上編はあ2024年の10月から放送開始なんじゃないかなというふうに思っておりまして、全16話から24話で映画化の方も可能なんじゃないかなというね、内容となっております。はい、ということでまあそんな感じのお柱稽古編、そして無限上編なんですが、 まあ年内からね、えー、ちょっとこう始まってくるんじゃないかなと、いうふうに思いますので、まあ楽しみにしておきましょう。はい、ということで皆さん高評価、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。では、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう,うっ